皆さんこんにちは。糸の構造の超植物チャンネルのお時間です。本日は筑波大学名誉教授の糸の構造先生に最新のご著書である地球人のための超植物入門、その中からアジサイについてのお話をお伺いしていきたいと思います。それでは糸の先生、よろしくお願いします。あ、こんにちは、糸の先生。ちょうど今アジサイのシーズンなので、今日はアジサイを選ぶことにいたしました。それで、テルヤさんはアジサイはどうですか、お好きですか？はい、アジサイはですね、私6月生まれで、この花は大好きです。おお、6月生まれですかそれは奇遇な感じですね。このアジサイは私もちょっと非常に好きな花の中の一つなんですけれども、私のイメージだとアジサイの花って群生しているイメージがあるんですね。で、群生している花って見たことあります？アジサイで。はい、あります。ですから5本6本っていう形でいっぱい花をつけてるのは、お寺さんとか。はい、もうアジサイの花は群生しているというか、こう一緒に群れを成して咲いているときに非常にその力が元気。で、特にこのアジサイの花が一輪一輪の花が表現するというよりは、集団で物事を表現していくような、そういうスタイルを好むので、日本人の心にちょっと合ってるようなところもあるのかなという気がしますけれども、みんなで一緒に花を咲かせて、みんなで一緒にその美しさを表現していくという、そういうマインドを持っている花です。で、そのアジサイの花っていろんな花がいろんな色の花があるんですけども、これって木によって違うと思います。それとも、なんで色が出てくるのか。木によって違うんだと思っていましたけど、はい、そう思います。実はね、でもなんか、今朝もちょっと朝午前中に近くでアジサイが咲き始めてるのによく見てみたんですけども、全く同じ木でも、花の色が違うんですね。雨が降った時に、その空気中の炭酸ガスを雨の中に閉じ込めて降ってくると、水が酸性になるんですね。炭酸になって、その炭酸が土の中にこう雨と一緒に入っていた時に、土の中のアルミニウムを溶かして、そのアルミニウムが溶けたものが上がってくると、それに反応したアジサイがブルーに発色するという、本の中にもちょっと書いてありますけれども、アジサイにはアジサイの精霊、アジサイの魂がいるってことがあります。で、これは科学の証明としてはなかなか言えないですけれども、人間にも魂が宿るんですけれども、アジサイにも当然魂が宿っていて、で、このアジサイの魂ってどんな魂なのかというと、アジサイの魂ってどんな魂だと思います？そうですね、にぎやかな感じですかね。にぎやかな感じにぎやかな感じ、にぎやかといえばにぎやかとも言えなくはないかもしれないけども、ちょっと見目の感じだとおとなしい感じというか、優雅でおとなしい感じがして、とても気品のある、そういう僕は入れる感じ。アジサイの花がちょうど咲く頃にアジサイの花をわーっといっぱいつけると、アジサイのエネルギーが満ちてきて、何て言うんでしょうね、アジサイのエネルギー圏ができるというか、エネルギーのなんかこうエネルギーをその空間の中に満ち渡させるような、そういう力があって、でこれがちょうどまたなんかこう集団でいろんなことをやるのを好む花なので、ちょうど日本人の和の心っていうか、こういうみんなでやっていくっていう時出てくる美しさっていうのが、こういう中にも美しさの表現の仕方があるんだっていうこと、こう身をもってやってくれてる花なので、アジサイという花にも魂が存在してるって話をしたんですけれども、アジサイの株が増えていった時に、はい、もともとアジサイのところに魂がいるとしたら、アジサイの株が増えたり、種をまいて新しいアジサイが
その芽を出してまた花を咲かせたりどんどん増えていった時に魂はどうなると思います？兄弟が増えてくるような感じですかね。兄弟が増えてくるような感じ。人間の場合だとどういう感じかというと、こう体が増えていく時っていうのは魂がそこで増えるわけじゃなくて新しい魂が宿ってくるんですけれども、その植物が株が増えていた時にその植物に宿っている魂が大きくなって他のその自分のとこから増えていたものをカバーするのか、それとも別の魂が宿るのか、やっぱりそれは守備範囲が広がるというか、その魂が力を増していくみたいな感じなんですかね。アジサイの株があるときはそこに魂が入っているんですけども、実はその魂が完全に個性化というか、人間の場合だと一つの体の中に入っている魂というのは一個一個の個体としてきちんと分かれているんですけども、植物の場合はそこまで分かれてはいなくて、大元のその植物の魂のところからのエネルギーがかなり供給されてつながっているような形になっています。だから株が2つになっちゃうと、そういうところから供給されているエネルギーが大元のところからまたなんか流れてきて増えていけるので、人間の魂だとしたら、人間が自分で、自分の手の細胞から、今クローンとか技術がありますけども、いろんなところの細胞から取って、でそこからその体を再生させるみたいなことが本当はやればできるんだけど、そういう時に魂が、自分の魂がその新しい体のところにこう入っていって増えていくっていうふうに思ってる人もいるかもしれないけども、全然別の魂がそこに宿ってくるので、自分の魂と関係がないので、肉体だけこういうコピーを作ってもほとんど何も意味がない。で、アジサイの周りだとどうかというと、別の株ができたときはそのアジサイにつながっているアジサイの性というか、アジサイの魂の本体のところからエネルギーが供給されるので、その本体の部分は私たちの目の見えない世界の方に存在していて、どこかから魂が湧いてくるっていうのは、私たちの 目の世界の方から見たら、なんか新しい魂がそこになんか出てきているように見える、増えているように見えますけども、実は何というか大元のところから流れてきているので、ある株のところから1株だったのが10株になったら10倍になっちゃうけど、魂で簡単に10倍になれるのかね、10株ぐらいだったらいいけど、どん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 増やしていって、日本中にあるアジサイを増やしていって、それが1万株になったりとか10万株になったりとか、すごく増えちゃって魂はちゃんとついてくるのかしらみたいな。でもアジサイの大元の魂のところは結構巨大、エネルギーが巨大なので、いくらでもカバーできる、まあ、私たちの常識以上の力を持っているという、そのくらいの力を持っている魂がどこかにいるって話です。でアジサイだけじゃなくて、ほとんどの植物はみんなそういう仕掛けになっているので、どうしても足りなければ、まあ、大元の魂をサポートしているエネルギー体がいるので、みんなで協力してなんとかなるみたいなところがあって、アジサイの大元の性の方から見たら、自分自身の表現をしたい場所にエネルギーを送って、そこになんか姿をどんどん表しているだけなので、とても大変なことをやっているわけではないだと思いますけども、私たちの世界の方から見たら、なんかとても不思議なことが起こっている、表面に現れているところしか見えないみたいな。もう一つ、なんかある時になんか質問した人がいましたけども、アジサイの性が何個もある時に、アジサイの精霊がもしいるんだとしたら、その精霊の守備範囲はその株だけなのか、2つの株とか3つの株をまたがってカバーできるのか、精霊がここには何体いるんですかみたいな。でそれは精霊って多分何て言うか、おとぎ話に出てくるような、こう羽をつけて何か飛び回ってるみたいな、蝶々みたいな、ああいうような感じの
携帯のもので、それで特定の花になんか特化してその精霊の表現体っていうのはあるみたいですけど、私は実は見たことがないので、ちょっと見てみたいなという気もしてる、するんだけども、見たことがないのでこうだという格言はできないんですけれども、でもその精霊自体が愛さんの精の大元のあのエネルギー体の体そのままなのかというと、それはそういうことではなくて、こう物質的な花だとか株だとかそういうものを生命として表現していくということもあるんだけども、精霊をそこに何か表現してみたいと思えば、なんかそういう精霊をパッと何か作り出すこともできるので、そういうのはセットになっているような世界。普通はそうやって何か花を何か一枝切ってもともと生えたとか持ってくると妖精というか精霊というか花の精が一緒についてくることがあるんですけども、でそれってよくよく考えるととても不思議なことですよ。なんか花を切ってもどっかに持っていったら精霊がついてきた、でもその精霊がその一本の花のために存在していたのか、全体の株のために存在していたのか、わざわざどうしてついてきてくれたのかみたいな、やっぱあれなんですか、天使みたいにこの使わされてるその本体から使わされてるみたいな、なんか行きたくなったら来るみたいです。このなんか行きたくなったら来るみたいだから、それと僕はなんかこのところなんかいろんな木だとかなんか話をしてるとですね、向こうは原則として我々が思っていることはなんとなく分かってるんだけど、向こうが思っていることは分からない、で分かってくれる人だと思ったらなんかちゃんと反応してくれるってところがあるので、愛妻花の青年も精霊が言ってることが分かってなんかウェルカムしてくれるような人が見ているとパッってくるで一瞬で来ちゃうので、霊的な存在なのでバスに乗ってこなきゃ来れないみたいな話ではなくて、そこの空間はあんまり関係なく来ちゃうから、でまたスッと元のところに戻っちゃったりとかするので、そういう存在みたいなんですから、こう花にもそういう精霊がいると思って、ちゃんとなんていうか挨拶してあげると向こうも喜ぶかもしれないし、そういうことはだからね、こっちが認識してるかどうかってとても大事なことだと。今日はまあそんなところですかね。はい、板野先生どうもありがとうございました。では次回の朝食チャンネルをお楽しみに。失礼いたします。